アニマルは TBS テレビと TBS グローディアが運営する日本のアニメ専門 EC サイトである。名称はアニメとフランス語で市場を意味するマルシェを組み合わせた造語。TBS テレビでは2000年に開設した t b s i ショップで自社制作のテレビアニメに関連するキャラクター商品や音楽、映像ソフトを販売していたが2010年度には低音。K ON のライセンス収入が大幅に伸びてアニメ部門が過去最高益を記録するなど2010年代に入ってアニメ事業が存在感を増していた。こうしたアニメ事業の強化策として2014年に TBS テレビと同じく TBS ホールディングスの連結市会社であるグランマルシェと共同で TBSi ショップから独立する形で新規に JNN アニメ専門の EC サイト アニマルを立ち上げることを7月2日付で発表し、7月22日に正式オープンした。これに伴い、従来は TBS アイショップ内に開設されていた、K、低音、桜高イブと、ローゼン名ン TBS 公式グッズショップは閉鎖され、アニマル内の1コンテンツにリニューアルしている。また、TBS 系列の 準キー局である毎日放送制作のタイトルも関東広域圏では TBS テレビでなく東京 MX などの独立局で放送されたアニメもを含めてサイト内で取り扱っている商品のラインナップに含まれておりトップページでも TBS や MBS の公式アニメグッズが満載と記載されているほか同系列の在名局である CBC テレビ制作作品の一部も 取り扱っている。サイト解説当初からガイドナビゲーターの肩書きでアルバイト店員の女子高生、マルちゃんが起用されている。キャラクターデザインは調べ。ありがとうございます。